どうも、タバタブラザーです。兄のよしきです。近畿大会出場校が決定しました。選抜への道ということで、出場校が近畿で16校決定しました。はい。で、近畿の、まあ、難しいところで言うと、スーパーシードというところがね、ないんですよ。はい。まあ、スーパーシードと何ぞやというと、関東では、関東大会出たら、1回勝てば甲子園出れますよっていう、なんか、スーパーシードがあんねやんか。で、近畿はないんですよ。だから、各都道府県1位で出てきても、1回は絶対に勝たないといけないんですよね。まあ、それはまあ、関東も一緒やねんけど、その代わり近畿のいいところっていうのは、6校で出るんですよね。うん、16チーム中6校なんで、1回勝ったら、まあ、8チーム残って、その8チームから6校を選びましょうってなるから、結構予選の勝ち上がり方も大事やったりするし、直近に不祥事がないかとかも大事やし、なんかいろんなね、そういう、2回勝てば確定なんやね。2回勝てばベストオーバーが確定なんやけど、それがまあ結構難しいねんな、近畿は。うん。だから僕も経験としては、自分たちの代も、ちょっと待ってください、僕らの時の大阪桐蔭って、みんな認識間違ってると思うね。今強いやろ。僕らの時、秋めちゃくちゃ弱かったんですよ。1個上に関しては、大阪1位で通過して、兵庫2位の加古川北に1回戦負け。で、甲子園出れず。で、自分たちの代っていうのは、1回戦は確か勝利したんです。コールド勝ちしたよ。で、2回戦に天理高校に負け。で、だから選抜ベスト4に入れず、選抜者は、近畿大会ベスト4に入れず、確定ではなかったんですよ。ってぐらい、大阪桐蔭の秋は弱かったんですけども、近年見てると、大阪桐蔭は秋強いですね。というわけで出場校から紹介していきます。滋賀県から、滋賀学園と滋賀短大附属。いやーもうちょっと俺はこれ見立て違いやったな。もう滋賀学園これ行くわ。うん、間違いない。僕は弱いと思ってました、正直。たまたま夏出ただけやと、メンバー揃ってたまたま出ただけやと思ったんですけど、あれぐらいベスト8かな来てて、このね、連続で出るっていうことはまず大事なんよ。で、連続で出てない高校皆さんあるん分かりますか？京都、京都国際、兵庫、報徳、奈良、奈良智弁。甲子園出てたほとんどのチームが連続で出れないんですよ。これはやっぱり調整方法が難しいっていうのが第一にあります。で、連続で出てるところで言うと、滋賀、滋賀学園、大阪、大阪桐蔭、和歌山、智弁和歌山。これがやっぱり、まあ、強豪校の礎じゃないですけど、ここをみんな目指していかんと、結局は、その県でね、唯一無二のチームにはなれないんですよね。ああ、強いよね、で、強いよね、止まりのチームになってしまう。でも、滋賀学園は、連続出場というところに僕はかなり高い評価を打ちたい。続きまして、京都、立命館宇治、1位、2位、龍谷大平安、3位、北陵大阪。ちょ、わからんって。京都にもう大阪入れたら分からんようになるて。何をしとんねん、これは。京都の立命館宇治、大注目してます。これめちゃくちゃ強いです。多分、甲子園出るんちゃうかなって思って、まあ、組み合わせしないんだけどな。見てますね。はい。で、続きまして、大阪桐蔭、履正社。で、大阪学院かな、多分。確かそうやったと思うんですけど。ね、大阪桐蔭はぶち抜けでしょ。で、履正社は、僕これやってる時はまだ、このチームが出るよっていうのは確定してるんやけど、まだ勝敗はついてないんで、ちょっと大阪だけちょっと遅れてるんで、圧倒的大阪桐蔭やと思います。はい、履正社はなんか近大附属かなにめっちゃ厳しい試合というか、タイブレイクで勝ちましたみたいな。でも一応ちょっと気になるのが、後半の大逆転勝利みたいな感じやから、それだけは気になんねんけど、自力面では明らかに大阪桐蔭には劣ります。続きまして兵庫、1位東洋大姫路、2位神戸学院大、3位三田学園。いやー、兵庫もなー、ちょっと僕は神戸国際がかなり大注目やったんですけども、まさかの三田学園、三田学園、ちょっとどっちか分かりませんけども、聞いたことないところに負けちゃいましたね。その東洋大姫路がめっちゃ強いんかって言われると、その3位の高校に
負けた神戸国際とほぼ互角の試合でしたから、なんか強ないんちゃう、うん、これ兵庫がもしかしたら弱いかもしれんっていう風にちょっと見ちゃってますね。まあ期待してたチームがあっただけに、そのチームと互角したチームが、ある程度大差つけて7対1やったかな、決勝戦も神戸学院大との試合ある程度大差つけてきたから、うん、でも東洋大姫路は僕夏の大会のね本命高校やったんで、その夏からは注目してるんやけども、うん、打てへんね、ほんまに打てへんから、1回は多分勝てるんですよ、いいピッチャーもいてるし、2回勝ち切れるかって言ったらちょっと僕は見えないですね、うん、続きまして奈良県、1位天理、2位奈良高校。天理が圧倒的に奈良を倒してきましたね奈良高校との決勝戦11対0かなんかで倒してきました。奈良高校も僕は奈良の夏の大会は確か多分結構注目してたんやけど、まあまあまだそこまでね、力不足やったということで、だからまあ奈良のこの2位とかは結構厳しい戦いになりそうなイメージですね。だから天理はかなり僕夏から注目してたけど、やっぱりバッティング仕上げてきたというか、近畿の中で一番バッティングいいのは天理高校って言えると思います。大阪桐蔭がヘボいんでね。続きまして、和歌山県、智弁和歌山1位、2位和歌山東、3位市立和歌山ということで、僕は確かね今日近畿を紹介させていただいた時に、近畿で一番レベル高いんは智弁和歌山ですって紹介させていただきました。それはまあ変えないでいこうと思ってるんですけども、和歌山東にどこやねんってみんななってますよね。知らんよな、だって和歌山の東にあんねんから知らんと思うねんけど、まあ和歌山で言うとほんまにアホばっかり集まる高校なんですけど、どうでしょうね皆さんね、智弁和歌山好きでしょ、好きやし強いと思ってるでしょ、凡人のみんなは。あ、すいません、この動画ではね視聴者の皆さんは凡人で、配信してる僕が天才でありカリスマなんですけど、なんか智弁和歌山強いと思ってるアホが多すぎるんよな単純に。まあそういう思いたいなら智弁和歌山と和歌山東あるんですけど、和歌山東の方が強いです。はい、決勝戦皆さん見てください。智弁和歌山ちゃんとエース投げて、和歌山東もベストメンバーに臨んで、智弁和歌山なんぼで勝ったと思う？1対0やで。9回1対0で、内訳見ると和歌山東が11安打、智弁和歌山が7安打なんですよ。で和歌山東は11安打打ちながら残塁が11ということで、残塁が多かったから点には絡んでないんだけど、で和歌山東の監督さんともね僕ゴルフコンペ行ったことあるから、まあ、言わしてもらうけど、智弁のエースから11安打打って1点も取られへんのは監督のせいちゃう？やっぱり2桁安打打って0得点で対智弁和歌山ってなった時に、それはなちょっと僕は許せないんですけど、ただ近畿大会は智弁和歌山とはね、当たるとしてもまあ2回戦以降じゃないですか。だからもしかしたら僕は智弁和歌山強いと思ってるので、和歌山東が無双する可能性ありますよ。これはみんなも智弁和歌山に期待してる人からすれば、今現時点で和歌山東の方が明らかに強いねんから、そっち期待した方がいいです。期待値はありますっていう感じでね、選抜出場16校紹介していきました。どうでしょう皆さんもね、この近畿大会っていうのはほんまに難しくて、去年は京都2校出たの、去年京都国際と京都外大試合2校出たんですよ。で大阪は大阪桐蔭、去年はちょっと荒れたな、で報徳かね、荒れたんですけど、ポイントとしてはピッチャーいいとこ勝ちます。でズバ抜けてピッチャーいいのは東洋大姫路、大阪桐蔭、まあ滋賀学園のピッチャーはまあ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 いいかなっていう感じなんで、まあその辺を軸に試合見ていっても面白いかもしれないですね。ほんまにピッチャーいいとこ勝ちます。で近畿と関東のレベル差なんですけども、昨年は関東の方が絶対に強いですって言ってました。今年に関しては僕近畿強いと思うんですよ、うん、まあ試合見てたら分かりますわっていう感じで、多分近
期の方がなんか野球やれそうな感じで、関東はポテンシャルだけで戦っていくようなイメージでしたね、うん、まあその関東大会行くまでの勝ち上がりと近畿大会の勝ち上がりの、まあ全部は見れてない、ある程度の YouTube に上がってる範囲では見てるけど、というわけでどうやろうな、一番期待値あるのは和歌山東ですね。智弁和歌山に隠れとるけど、今智弁和歌山より絶対強いから、智弁和歌山のエースから11安打打ってるチーム、多分近畿どこ探してもないん、天理高校ぐらいかな。で、智弁和歌山打線を0点に抑える投手力あるし、はい、和歌山東にはちょっと期待したいなと思いますが、皆さんね、言うても和歌山やから、うん、体内時計が違うんで、もしかしたらもう全然この大会で和歌山見切りつける可能性あります。というわけで、まだ組み合わせ出てない状態のままの近畿のある程度の見解をお話しさせていただきました。はい、まあ、各チームいろんな色があって、いろんな戦い方があります、ね、皆さんも予想可能端くれなんやったら、軸となるチームを見定めて、そのチームとどんな戦い方をしていくかっていうのを、選抜までに把握することが、天才予想家への近道だと思うんで、ぜひね、僕と一緒にトライしてみましょう。コメントでもたくさんの近畿のねコメントお待ちしております。あと告知なんですけども、11月9日に千葉県柏市で、田畑ブラザーズオフ会開催することになりました。定員は現在で約30名ぐらいなので、まあ、これ以上増えるようだったら店ももしかしたら変更しないといけない可能性もあるから、お早めに、問い合わせください。各 SNS 僕の方に直接ダイレクトメッセージくれれば、グループライン作成してますから、そこのグループラインに入れさせてもらって、そこからアナウンスさせていただきます。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。